抜けた。土の中から出てきた大きなさつまいも。伊那市の西原地下北小学校の畑で 1,2 年生と近くの保育園の園児が芋掘りをしました。今年6月に児童たちが苗を植えましたが、7月にイノシシが畑に入り、苗の半分ほどを掘り返されてしまいました。被害を聞いた地元の猟友会が畑に鳥獣被害対策のセンサーなどを設置。対策のおかげもあり、その後は被害はありませんでした。感謝の気持ちを込めて収穫したさつまいもはおよそ20キロ。天候にも恵まれ大きく育ちました。楽しいです。どんなところが楽しい？うん、掘るところ。めっちゃ嬉しいです。どんな風にして食べたいですか？そりゃなんか焼き芋で使うから焼き芋でしょ。収穫したさつまいもは小学校と保育園で分けて、後日焼き芋などにして食べるということです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。